この僕が来てるね、コスモのステーションは、まあいろいろとあって172円ぐらいで入れられるんだけど、この近辺のガソリンスタンドって今だいたい175円、高いところだと178円ぐらいするんですよね。ぼちぼちね、180円、まあ、ハイオクはもう特に180円なんですけど、180円ぐらいになりつつあります。 DPX はい、今日も皆さんの大嫌いな面倒くさいお話をしようかと思います。ツイッター今ね X に変わってしばらく経つわけなんですけど、これがちょっとまだ馴染んでないかなって思ってることの理由の一つに、テレビとかねラジオとかそのメディアがですね、まあ、いわゆる公式ツイッター、公式アカウント持ってるじゃないですか。でその自分の公式のアカウントを紹介するときについね、公式ツイッターにお願いしますみたいなね、うん、そういうことを言ってしまうわけですよ。ご意見ある方はとか、情報持ちの方は公式ツイッターまでお願いしますみたいな感じで、ついついまだ公式ツイッターって言っちゃってるんですよね、うん、公式 X までお願いしますとは言わないんですよ。でまたはね、X って言った後にツイッターって言うんですよね。公式アカウント、 X の公式アカウント、元ツイッターですみたいな感じで、ついつい聞かれてもいないのにその説明をしてしまうわけですよ、うん、X っていうのはツイッターですよと。ということは、まあ、まだね浸透してないんだなっていうことをマスコミ自身が認識してるわけです。僕の場合は幸いというか、なんというか、あの凍結祭りと、あとそのツイッターのね不具合が重なった時期に、まあたまたまねもう嫌気がさしてやめようかなって感じになったので、まああっさりとツイッターから降りることができたわけなんですが、でまあ今スレッズをメインで使って、リアクションが返ってこないの前提でつぶやきたいときはもうトリクルでつぶやいてみたいな感じなんですけど、まあ、別にリアクションもそんなになくてもいいんですよ。あの情報が拾えたり、情報の交換ができたりっていうね、近況確認みたいなことができれば、まあ、僕としてはそれで構わないので、まあ、そういった意味ではもう十分スレッズで使い勝手、今の現状でも十分使い勝手はいいんですけど、まあ、今後ねさらにスレッズも使いやすくはなっていくみたいなんですよ。で、未だにこうツイッターを使い続けてる人たちがいるわけです。いや悪いって言ってるんじゃないですよ、あの好みの問題なんでね、まあ、そのツイッターを使い続けてる人たちがいて、でスレッズにアカウントは作ってるんだけど、まあ、それでもやっぱりついついツイッター、まああえてね、あの X って言わずにツイッターって言ってますけど、まあ、あえてまあ言ってますけど、そのツイッターを使い続けてると、どん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 ね、解約されてるというか、課金してる人には優しいサービスにはなってるんだけど、課金してない人にはどんどん使いにくいサービスになってるのと、あとよそのねなんかサービスとの連携がどんどん意図的に悪くなってるんですよね。何かこう他のところにリンクを貼るとストレスがかかるような状態で、リンクできるみたいな、切り替えるときに時間がかかるとかね、まあ、いろいろ嫌がらせが入るわけですよ。ツイッターだけを使い続けさせようというね、まあ、そういう意図があるんでしょうけど、まあ、そういうちょっと心の狭いことをやってるなっていうのが、まあ、それもあるし、あと、まあ、ちょっと管理が行き届いてないんだろうなっていう感じで、まあ、今一つ、使い勝手が良くないということなんですよ。でそこをね、まあ、改善するこう意思みたいなのが見えればいいんだけど、まあ、どうもそこは直す気がないっぽいんですよね。これあの SJ さんなんかも言ってたんですけど、どうもなんかやってることがね、あのユーザーフレンドリーじゃないってことですね、要するにね。だから SJ さんが言ってたのが、まあ、ちょっと
ツイートのねタイムラインの一覧がこう時間差があってフォローしてる人のツイートがね普通優先的にこう流れてくるはずなんだけどそれがどうも遅れがちだと、でそのツイートが遅れて表示されてそれも下手したら1日くらい経ってるようなツイートが突然流れてきたりするん で、まあ、その時にはもう反応したところで、ね、その人も別に、ね、あの見てない可能性もあるじゃないですか。だから特にリアクションが返ってこなかったりとかそういうなんかリアクションのスピード感みたいなものが SNS っていうのはね特にツイッターは売りなわけですよ。でそれがまあ失われてしまってでなおかつこう全然関係のない人のツイートが優先されて流れてくる、まあ、それは主に宣伝のツイートだったりとか、うん、そういうものなんでしょうけど、でなんていうかなもう本当に末期の頃の2チャンネルに近いんですけどちょっと荒らして回ってるような人がいてね、で、まあ、そういう嫌なツイートが目に入りがち、うん、だから、まあ、それでもこう勉強になるようなお話であればそれはそれでね、見る会ってものがあるんでしょうけど、まあ、そうではなくどうもなんか不快になるようなツイートだったりするんですよ。だからまあそれはできればね見たくないなっていうことで、でまあ SJ さんはツイッターを離れるという感じになったんですけど、まあ僕も、まあ、半分は似たような理由ですね。で半分はまあツイッター社の方からお前はいらないと言われたってことですよね。アカウント凍結されたりとかまあいろいろな制限がかかって、快適につぶやけないという状況ですよ。DM はあんまりやり取りしないんでね、DM の回数制限とかはまあ非常にどうでもいい話なんですけど、まあそういった、でも制限がかけられてるということ自体がなんか、ちょっと差別されてるなっていう意識を持つじゃないですか。だからそのネットの海っていうのは自由な海であるべきなんですよ。だけど、いろいろと制限がかかって、お金を払ってる人が優先されるって、まあ、それはお金を払うわけだから優先されるべきなんだろうけど、そこの差をね、極端につけられると、まあこれはまたそこでマウントが始まるわけですね。だから、あんまりいいことではないなって僕は思うわけですよね。それでいろいろとね、そのツイッターに制限がかかって、でどん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 こう解約が進んでいく、まあ、ユーザー、まあ、ツイッター社から見たらそれは改善なんでしょうけどね、まあ、サーバーに負担がかからないであるとか、課金がね、助長されていくとかっていうことで、まあ、ツイッター社から見たらそれは改善なんでしょう。でまあ、それで我々が使いにくくなっていくわけなので、それでもこう文句を言いながらもこう代替する何のプラットフォームがないからっていう理由で相変わらずこうツイッターをね使い続けてる人が多々いるわけですよ。でまあ前にも言ったと思うけど、結局そこで広げてしまったコミュニティの輪からね外れるのがやっぱり怖いんですよね。でなんだかんだ言ってもまだまだねツイッターのユーザーも多いし、で、まあ、すでに物気の殻でただの数字だけになってしまってるのかもしれないけど、フォロワー数も自分はそこだったらある程度確保されているのでステータスを保てると。でそれらを捨ててまで、まあ、他の、ね、プラットフォームに移行するのはちょっと怖いということなんでしょう。まあ、何かこう解約されるたびにって言いながらも、まあでもなーっていう感じで使い続けてる。これって何かに似てるなと思ったのが、ものすごく自民党を支持してる僕たちっていう図式に似てますよね。僕は基本的にのんぽりなので、何か気に入らない政策をしたらね、その政党をもう批判するっていうのが、まあ、日常茶飯事で、で、まあ、自民党に入れる選挙もあれば、まあ、他の政党、極端なことを言えば共産党に票を投じるような選挙もあるわけです。そういうことは僕は全然厭わないので。
だから本当にノンポリなんですよね。ポリシーは一切ありませんって感じで、その時その時自分にとってまあ気持ちのいいことをやってくれそうな政党にも応援するという形なんですが、でも大半の人ってそうじゃないじゃないですか。こう安定をまあ優先するというかですね、なんだかんだ言っても自民党が一番安定してるよねと、まあ自民党に任せておけば100点はないけど、まあ60点ぐらいのまあ政策をやってくれるっていうね、そういうことで自民党を応援し続けて、でそれをまあそこに票を投じ続けてるから、今の自民党政権っていうのが長期政権を保ってるわけです。1年2年というね、短期の政権をまあ他の野党に奪われるってことはあってもですね、まあ、大体それでまあ1年2年で崩壊して、で解散総選挙になって結局自民党に戻っていくっていう、まあそんなね世の中ですよね。まあ老人が支える国だからっていうのもあるんだけど、ただ若者も含めてなんだかんだ自民党に対してノーを言ってないってことなんですよ。でそのツイッターをいつまでも切らずに使ってる人たちがあまりにも多いっていうのを見て分かる通り、それはやっぱり安定してたもの、いや安定してるものじゃないんですよ、安定してたもの過去に安定してたっていう、そこの部分をやっぱり切り捨てられないってことなんですよね。冒頭で言った通り、今ガソリンがまあ180円近くなってきて、まあそろそろこう200円っていう数字がねチラチラっとこう頭に浮かぶような、そんな感じになってきてるんだけど、でまあこれ安くするのは簡単な話で、まあガソリン税をやめればいいんですよね。まあガソリン税やめないまでもそうですね、こう二重課税になってるところを改善してくれれば20円ぐらいは一気に下がるんですよ。だけどそれをやってしまうと永続的にやらなきゃいけなくなるので、まあ、それはね永続的に金を取りっぱぐれることになるから、だから短期で済む政策として、補助金とか助成金とかっていう形で、あのお金を補填してるわけです。まあ、それだとね金額が安定してきたらまたそれを取り下げれば済むだけなんでね、っていうことをやってるのが、まあ、今の政府と、まあ、あとは役人たちってことなんですよ。まあ、主導してるのは官僚ですよ、役人ですよ。だけど、まあ、なんだかんだそこの公金徴収ができるから自民党は、まあ、その政策を推し進めてるわけですよね。普通に考えたらそれは、まあ、やめるべきなんですよね。税金だってもう増収増収で、今過去最大の、まあ、歳入があるというかその税収があるわけですよ。当然税収があるわけだからお金もね使い切れないぐらいあって、実際去年の予算今年の予算は使い切れてないんですよ。使い切れてないんですよ。だけど税金を上げるし下げないんですよ。ガソリン税も撤廃しない。こんな政府をねこのまま本来であれば許しておくべきではないし、なんだったらね暴動クーデターが起きても不思議じゃないレベルなんですよ。でもなくならないですよね自民党。本当不思議です。次何らかの選挙があった時に一回自民党その政策とか一切関係なく自民党に票を投じない、全く関係ない他の党もしくは無所属の人に投票してみるということをやってみたらどうかなと思います。あとですね、まあツイッター社自体、まあ、X 自体はイーロン・マスクさんのもんなんで、これをね改善しろっていうことは僕は言わないんですよ。言わないんだけど、ただやめることはできるじゃないですか。だから思い切って X からみんなで一斉にね退会してみたらいかがでしょうかと、でスレッズの方をねちょっと盛り上げてみたら面白いことが起きるんじゃないかななんてことを少し考えております。そういうわけで皆さんツイッター一回やめてみたらいかがでしょうかと思いましたというお話でした。ではまた。